どうも皆さんこんにちは。ビヨンドパシフィックゴルフの大輝です。今回もマンハッタンにありますファンクフィジオフィジカルセラピーからスイング中の体の動きを解説していきます。今回は 4D モーションを利用します。早速行ってみましょう。まずは 4D でスイング中の体の動きをレコードします。これを 4D で見てみるとこんな感じになります。グラフが表示されました。これらのグラフは何を表しているのでしょう。グラフの下をよく見てみるとチェック項目があります。これを見てみると赤線が Shift Rotation、 緑線が Forward Bend、 Flexion と Extension ですね。青線が Side Bend というのが分かりました。スイング中グラフの線が変わるということはこれらの項目の度合いが変化していることを表しています。今回は Shift Rotation に焦点を当ててグラフを読めるようになりましょう。まっすぐ立った状態で胸を回してみました。アバターの動きとグラフの線の動きを追ってみましょう。フロントプレインの表面からの視点、サーチェロープレインのサイドからの視点、トランバースプレインのトップからの視点、アバターの動きに合わせて線が動いていますね。簡単に言うと右利きの人がバックスイング方向に胸がローテーションするとグラフの線は下方向に伸び、フォロー方向に胸がローテーションするとグラフの線が上に伸びていくのです。バックスイングで線が下に伸び、フォローで線が上に伸びる。ほら、ちゃんと胸がローテーションする方向に合わせて線が伸びる方向が変わるでしょう。皆さんもなんとなくこのローテーションのグラフが読めたのではないかと思います。それでは次回フォワードベンドもしくはサイドベンドのグラフも読めるようになりましょう。ご視聴ありがとうございました。僕たちビヨンドパシフィックゴルフに興味を持ってくださった方はスイングナチュラルドットコムまでおいでませ。